皆さんこんにちは。24時間常時放送局のシャナナ TV がお届けするカンアラ情報局、メインパーソナリティの竹本かやです。この番組は廃棄物処理と業界のあれこれをお伝えする何でもありのインターネット番組です。業界の方もそうでない方も廃棄物処理や管理について役に立つ情報を楽しみながら学べる30分となっております。今回は PCB 処理について寺井くん、岩田先生と一緒にお伝えしていきます。それではカンアラ情報局始まります。まず CM です。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV 内、あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか。ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。シャナナンバー、はい、今週は、PCB について学んでいきたいと思います。最近では環境省が CM を行っていたり、今必ず知っておかないといけない廃棄物なんですが、寺井くん PCP、PCB って、はい、そもそも、何なんですか。はい、PCB とはですね、ポリ塩化ビフィニルっていう、化学物質の略称でして、うん、で人工的に作られた、まあ、主にあの油状の状態で、出回っているようなものになります。はい、でその PCB の特徴としては水に溶けやすくて、溶けにくい、うん、水溶けにくくて、熱で分解しにくかったり、不燃性っていうところから電気関係の、まあ、電気接線性が高いという特徴があるので、電気感應系の機器だったり、まあ、熱交換器系の熱媒体、ノンカーボン紙など、そういうさまざまな用途で利用されていました。でただ現在では製造輸入ともに禁止されているというものになります。はい、うん、まあ、ちょっとなんかよく分かりにくいですね。分かんない感じなんですけど、先生、あの PCB って身近なものに使われているのって何なんですか。うん、身近っていうかね、見えないところで使われてるんで、変圧器とか、あと、コンデンサーとか安定器とかね、見えないところで、あの電気器具の器具とか機械の見えないところに使われてるんで、我々直接見ることはなかなかないんやけども、私が子供の頃は蛍光灯の安定器かなんか裏にね黒いこう塊があったりとかしたんやけども、四角いやつね、そうやつね、知らんと分解してねもうまみれとったやな、PCB そんなんしたんですよ、先生。何でも分解してたから今表に出せへんやつ、出せへんね、今やったら出せへんな。もう統計でも何でも分解してたから、ね、そういう癖で、ね、やってました。そういうマニアな方じゃないと、はい、なかなか目にかからないかからへんね、なかなかね。でも大体の建物にこういう高圧の機器、そう、変圧器コンデンサーってのはどっかにこうあったり、電気室にあったり、屋上にあったり、地下にあったりっていうのは大きいやつはね、あるね、はい、あるので、大体もう学校だったり構造だったりとかっていうのは絶対、身の回りにあるものになりますね。なかなか、ただそれがどこにあるのかを見つけられにくいっていうか、まあ、一般の人はあんまりこう目にするところにはないっていうのが、そうですね、見たことありますっていう方の方が珍しいと思いますね。竹山さん、本当のところでなんでこんなんいんの、変圧器とかこうコンデンサーとかは、なんでいるの。なんでいる、うん、さあ、電柱の上にバーッついとったの、この、ね、そう、この前初めて知ったんですよ、ああいうのあるんよな。そう、電柱の上についてるやつ、なんであんのあれ、なんか電気の中でしょ。そんな文系の私に聞かっとってくださいよ。あのな、家庭で使われてる電気って100ボルトやんか、うん、しやけどな、発電所からな、こう来るとき100ボルトで来たらな、ここ来るまでにな、電圧下がってもて10ボルトぐらいになってまうわけや。だから高圧って聞くやろ、6000ボルトぐらいでな、来るわけやけどな、それを家庭に配るときは100ボルトの背中や、そのためにあるんよ。あ、だから変圧器、変圧やな。でな、でそれがな、それがなぜ PCB 油やな、使われるか言うたら、そう、電気が通ると発熱するやん、熱でね、あの昔の電球ガスやんか、中にコイルがあって熱いパッとな、だから電気が通ると、あの導線の中でな、あの線の中で摩擦が起こって、あの熱が出るわけや、はいはいはい、そのためにそんな熱出っ放しだったら火事ってなるやん。なるほど、そのために PCB、 これ夢の油や言われたんや、絶縁油、できた時はすごい、もう酸化せえへんねん、ってことフルなれへんねん、
いつまでたっても、まあ、ちょっとはするよ、ちょっとするけども古くなりにくいで、あと、沸点が高いので、うん、熱くならない、なかなか燃えないな、うん、で熱分解しにくいとかね、いろんな特性がある、いい特性が、使う側にとってはいい特性があったので、もう夢の絶縁油って言われたな、うん、PC、まあね、特徴だけ聞いてると使い勝手の良さそうなものに聞こえるんですけど、うんうん、PCB の何があかんのか、あかんっていうか有害なのかっていうのをちょっと寺井君に、そうですね、あの説明してもらいましょう、はい、はい、あの先生おっしゃられた通り、あの非常に、使い勝手も良かったので、うん、昔はかなり、いろんなものに使われてたり、っていう状態はあったんですけれども、その PCB はその脂肪に溶けやすいっていう性質から慢性的に体内に蓄積されていく特徴も同じくあってですね、で、まあ、それが溜まっていくことでさまざまな悪い影響を人体に及ぼすということが報告されるようになりました、はい、でその問題が大きくなったのが、先生金見油症事件ですね、1968年にあった金見油症事件、まあ、公害問題とかで教科書にも出てくるんですけれども、これは実は PCB が、原因でして、まあ、攻撃に当たった米ぬか油による食中毒の事件です。で症状は吹き出物が出たりとか、目やにとか皮膚症状が出たりとか、あとはもう気だるさ、しびれ、食欲不振、でも発がん性とかも確認されているっていうような、まあ、アスベストに近いような危険性を持ったような廃棄物という特徴も持っています、うん、はい、なんかあの金見油症、はい、であの妊婦さんが食べて、うん、なんか赤ちゃん、真っ黒い赤ちゃんが生まれてきたっていうのを聞いたことありますけど、そういう遺伝的にまでその影響を及ぼしたと言われてるね。あ、それでなんか社会問題になったっていう、うん、ね、うん、初めはね、うん、これ当初は前兆があって、あの同じく金見油所、あの金見油倉庫という会社だったんだけども、うん、そこが鶏の餌に混ぜる油を作った、うん、このあの、ライスオイル、ね、米ぬか油を作る時の副産物で出てきたやつだけども、はいはい、うん、それを鶏に食べさす飼料に混ぜてやってたよ、うん、鶏が死んでいくのよ、ボコボコと。死んでたんですよ、うん、死んでたよ元気じゃないんだ1年ぐらい前かな、そ この事件が公になる前にね、なってきて、おかしいおかしい思って、でみんなはね、うん、ダーク油って言うんやけど、それね、うん、そういう油が原因だと養鶏をやってた人たちはうすうす感じてて、あ、きっとこれがあかんのかなと思って、うん、やめてた、やめようかなって言ってたところに、この金見油症が作ったライスオイル、これね、ライスオイルね、なぜこれだけ流行ったか知ってる？これちょっと流行ったんや。ライスオイルって何、うん、何めちゃくちゃ健康にええとかね、美容にええとかいうあれでね、売れてて、実は皇后陛下もね、これ使った、あ、じゃあ皇后陛下だったかな、が使ったということで、一気に女性の間に広がった、まあ、この油、今のオリーブオイルとか、ね、みたいな、そんな感じ健康志向やった、そう使われてたよな、そう、使われてた、で、みんな使ってて、でちょっと調子悪いな、初めはブツブツからね、ニキビが出てきて、背中にニキビができたりとか、うん、ブツブツってできてきたけども、健康にええって言ってるから、もっと取らなあかん思い出してね、その分かるやろ、ブツブツ出たけど、これはたまたま自分がニキビが出たんやなと思って、でこれもな、そんだけいいやって、もっと取らなあかん思って取ってしまったやな。それで今度は内臓にの障害とかね、結構女性とかの被害が多かった、多かったやろ、女性の方が、ようありますもんね、エステとかね、化粧品とかでも最初使い出してブツブツとか出てきたら、そうそうそう、あ、それはとか言って、あの症状ですよみたいな、そうそう、毒素が出てるんですよみたいな、そういう風に思ったんや、それ思っちゃって、みんな余計取ったよ、うわー怖ー、怖いやろ先生は食べたことありますか？ない、ちょうど1969年、8年、9年やろ、うん、私中学校ぐらいやから、中学高校ぐらいやから、その頃は、うん、九州、これ九州やったな、金見油症、九州でそれ流行っとったわけやな、こっちにも来てたと思うけども、それは何て言う、百貨店とかデパートとかのあるやんよ、あの高級な、まだ一般的に使われてる、まだ来る前やってん、それね、向こうでは、九州ではその辺はね、ポピュラーみたいです、はい、そんなんで、で今田中さん言われたように遺伝的にもね、うん、それが真っ黒な子供がね、うん、生まれたりとか、あの皮膚に障害が起こってね、うん、出たりとかして、本当にこれ社会問題化した話やね。で日本で最も被害の大きな食品公害かな、うんうんうん、の一つに挙げられてるんで、うん、もう大変やねこれね、うんうん、という事件ですわ、流れとしたら、うん、でその PCB がいつの間にやら、あ、そういうことで、あの人体に健康被害があるって分かって、一気にもうどこで使ってるんやことになったら絶縁油に使ってますよ、いうことやな、
で、その絶縁油使ってるのに、いやいや待ってよと、機械の変圧器とかコンデンサー使ってるのになんでこの油に混ざったんやっちゅうとかやな、食べるもんの作ってる油に混ざったんかっちゅうことやな、ちょっと熱交換器の、熱触媒としてこれ使ってて、熱交換器はあったかい、ぬくいものを冷たいものとこう、熱を移動させるために、直接火つけるんじゃなくて湯煎みたいなもんや、お湯沸かして上に置くやろ、で、うん、上のもんあったかくするやろ、そんな、原子力発電所もそうやけどな、一緒で熱交換器を使うんやけども、その熱触媒として使ってたそのパイプがどうか破れたかなんかだと思いますわ、それが混ざってもたよね、知らんうちに缶やったかな、なんかそういうのね、それが混ざってしまって製品として出されてしまったわけよ。でね、皇后さんも使ってる言うたら女性の方みんなね、そらね、美しくなりたいわ、ね、たい永遠のテーマですからね、そこ、それそれで被害が広がったという話ですわ、はい、それでまあ毒性が明らかになって、昭和47年1972年に製造が中止になって、うん、それからね処理施設とかってさっき寺井さんとも寺井君ともお話してたんですけど、処理施設って少ないじゃないですか、そのなんかなんでこう処理施設ってなかなか、実は当初は熱分解によって、無害化しようとしてたよね、で高砂熱学がどっかやって実験施設作ってやったよ、長いこと、ところがそれも実証炉、実験のための施設として住民同意をもらったんやけども、いわゆる、普通にね処理しようと思ったら、まあ、反対が起こって、結局そこも実験しただけで終わっちゃったよ。で地元住民の同意が得られなかったっていうことが一番大きな処理が進まなかった理由やね、それがなかなかあって、で今度は国がね本格的に乗り出して、この後ねまた話しますけども、そういうことで、PCB 特別措置法の中でやっていこうということになったよね、国もやったんよ、一生懸命やったけど、やっぱり最終的に住民同意が得られなかったということです。どこでやるねんっていう、そういうこと、ね、まあ今ね、日本中でもいろんな問題もありますけど、分かると分かるけど、うちのそばではやってくれんなっていうパターンやね、それは住民感情として全然分かるんやけどね、分かるけども、どこで処理するんですかっていうことになると、ちょっといろいろね障害が起こってくるって、その PCB に関する、はい、特措法、特別措置をね、特別措置法が交付されたんがいつですか、平成13年やね平成13年に、あれ、決められたことが今になってまだ大騒ぎ、まだ大騒ぎってかほとんどの人が知らないっていうのが、私はすごい問題やなと思って、私 もうつい最近知ったんですけどね、そんなに大変なことなんやっていう、この特別措置法だけでも2点3点したしましたからね、これ改正、改正がすごい、ちょっと調べたんやけども、改正がすごくてもう訳分からないようになってもたんやけどね、いろいろあるんやけどね、これ一応ISO の審査員がこんなん見てちょっとやるんやけども、見てたらもう非常にこう改正が多くて、今どれなんやと実際どれが有効なんかよくさ分からないなってことで、なってんだけど、だからまあ最新 の環境省か の, あ の,、ね、あの案内のパンフレットを見るのが一番分かりやすいかなと思いますけどね、でこ の, PCB っていうのは、PCB 特別措置法っていうのは廃棄物処理法とは違う特別法なんですよね、でその、PC 特別法によって PCB の処理や保管について規制を設けたという経緯になってきてるんですよ ね、ダイオキシン特別措置法と一緒やね、期限を持ってダイオキシンを片付けようというのと一緒で、で、規制を設けたっていうところからまた寺井君にちょっと話をしてもらおうかなと思うんですけど、そうですね、今ではそのPCB 特別措置法ができてからですね、先生おっしゃられたように、国の施設ですね、中間貯蔵環境安全事業株式会社、通称 JESCO と呼ばれる、国の指定処分場ができまして、で平成16年に北九州事業所で、初めて立ち上がったのをきっかけに、全国今5カ所処理施設が整備されているという状況です。で平成28年度には高濃度 PCB 廃棄物の処理の進捗がちょっとあまり進んでないということもあって、特別措置法で、改正をしてですね、処理を迅速に進めていくための法整備というのもされてきました。
はい、でその PCB の大きな特徴としてですね、はい、濃度によって処理方法が分かれてくる、まあ、正確に処理ルートが分かれてくるというのも大きな特徴がありましてですね、ジェスコ、先ほど申し上げたジェスコで処理できるのは濃度値が高い高濃度 PCB というものに分類されている、PCB に限られています。で逆に高濃度 PCB 以外の濃度値の低い PCB は低濃度 PCB に分類されていて、これはあのジェスコではなくて民間の産廃処理業者で、多くは処理、まあ、あの基本的に処理されるという流れになるので、 PCB と一口に言ってもじゃあジェスコに頼めばいいんだねではなくて、濃度の違いによって民間とジェスコと、2つの処理ルートを考えていかないといけないというのがちょっとややこしい、特徴でもありますね。実際これあの PCB の処理っていうかあの、はい、収集運搬を浜田さんではうちでも、はい、あの浜田でも、はい、PCB の収集運搬はやっていますね。でよくお問い合わせいただくんですけど、 PCB がありましたっていう問い合わせいただくんですけど、我々もそれだけじゃあの分からないんですね。どう処理していいのか分からないので、うん、まあ、あの濃度は分かりますかって聞くんですけど、大体分からないってことをおっしゃられるお客様が多いので、まずじゃあ高濃度なのか低濃度なのか、まあ、民間に委託するのか国に委託するのか、どっちかちょっと判明させましょうかっていうような案内をしてますね。はい、まあ、普通の、ね、産業廃棄物とは違ってなんか法律もややこしいじゃないですか。でこの PCB があの普通の廃棄物、産業廃棄物と比べてあの、まあ、法律もあのそうなんですけど、違いって何なのかをちょっと岩田先生説明してもらえたらなと思うんですけど、うん、どういう意味の違いかな。あのね、これ一番処理が進まないというのは、うん、保管してる人たちで事業者も含めてね、うんうんうん、保管してる人たちがそう置いてても何も変わらへんやんか、うん、変わらない、ちょっと現実害があるかと言われると直接ないんよこれ、うん、ね、なんか例えば動植物でだんだん置いてたら腐ったりとか、うんうんうん、ネズミやらなんかハエが湧いたりして、なんか匂いが来たりとかするやんか、うん、これ何もあの初めにね PCB の特性で言うたように、うん、全然安定してんねん、うんうん、物性がね安定してるから置いておくだけやったら何の問題も直接的なね問題がないわけやんか。だからちょっと安心してるっていうかね、うん、まあいつでもできるわいう発想や、うん、処理が、うん、そういう発想か、そう思えへんか、うん、いつでもできるわ、うん、で国はこれ動かしたらあかん言ってるから、ここ置いて、うん、じっと置いとくだけやったらええかって思えへん、うん、でも邪魔になれんやったらあったら、うん、行政にまず報告しないといけないですよね、うん、届けなあかんな、うん、届けないといけない、うん、でこれ、うん、あの罰則があるんですよね。あります、あります、あります、厳しい罰則、動かすだけで、動かしたらダメなんですよね。あの届けでしなくて動かすだけでダメなんですよね、場所を変えるだけで、うん、それを私もさっき寺井君に聞いて知ったんですけど、特別管理産業廃棄物のあの運搬の許可を持っててもう動かせないんですよね、これ。PCB を動かしていいよっていう許可がないとダメなんですよね。だから、まあ、うかこう間違って持って帰っちゃったとか、そう結構あるんよ。ありますよね、うん、PCB の汚染はそれで広がっていってるとこかな、うん、知らずにね、うん、あの例えばね、あの小学校なんかとかあの公共施設でよくあるんやけども、蛍光灯のコンデンサ集めて、アンテキ集めてこう、うん、置いとくんやね、うん、それが、管理者がどんどん変わっていくやん、変わっていくやんか、管理者初めな、体育の教師の A さんがな、初めこれ管理所で言われたら、うん、転勤があったり移動があったりして変わっていくやんか、うん、だからね、いつの間にやね10年ぐらいあって言われてたそれね、これなんやってなったんかよ、ゴミで捨ててまえ、あ普通にそうで、なくなっちゃう、ありましたね。で今度行政がいやいやここにあったはずやけどなくなったよ、どないなったんや、分かれへん、誰も、そういうことで汚染が薄く広くね、汚染が広がってるとも言われてんね。保管に対しての知識とかもこう長い期間保管してたので引き継がれてないんですよ、ね、そういうこと。僕一番怖かったのは飛び箱の横にありましたね、あったよ、だいたい倉庫に入れられてる、そうそうそう、飛び箱とかロイター版のカラーコーンの横にアンティキの PCB がもうブワーって笑ったらあかんと思うんですけど、ちょっと爆笑してもた。でもそう、まあそのさっきのね健康被害、私たちの健康被害とか、うん、その処理の難しさとか、うん、法律の厳しさとかを知らんかったら、うん、普通に捨ててまいりますよね。この業界にいなかったら絶対もう分からない。なんか黒い塊がねゴロゴロあって、うん、でそんなにむちゃくちゃあるわけないね、うんうん、そうですね、まあ、要はってドラム缶1本ぐらいやわ小学校やったら、うん、そうですね、ね、こんなもんほんだら産廃業者呼んで
処理しようかってなっちゃうんよ、うん、だって今はちょっとね厳しくなったんでなくなりましたけど、蛍光灯ちょっと前まで蛍光灯の傘にくっついて安定器用さん入ってきてました。ああ、そうやな、そうそうそう、それだからね、うん、あのスクラップ屋さんは気つけた方がいい、うん、危ないな、ちょっとまみれてるかもしれんな。そうですね、そう、まみれてるかもしれんな。今ね、うん、これからこう昭和40年代かなんかに建てられた建物がこう解体するしていくピークに向かっているじゃないですか、うんうんうん、そこで出てくるのがその安定期ね、うん、でそれを知らずに、まあ、今どこのスクラップ屋さんも多分ね厳しいから取ってないと思うんですけど、まあ、ちょっと雑品がね止まっちゃったんで、うん、雑品の影響でね、うんうん、あのコンデンサーとかトランスとかもね、うん、配電盤とかもちょっとチェック厳しくなったと思うんですけど、うん、でも知らず知らずねガシャってやってしまったらやってる可能性あるな怖いなと思いながら、そういうことや、話聞いてましたけど、こうあの今の PC あの金見優勝の時はそれ食べちゃったから、うんうんうん、ね、余計影響ひどいけども、今やったらこう外からなんでそんなに要するにすぐなんか被害が及ぶとか、まあまあ浸透するのに、うん、なれへんからね、それで安心してまうことあるな、うん、そうですね、まあ、ちょっとね特殊な廃棄、まあ、廃棄物っちゃ廃棄物なので、うん、あのちょっとねこの PCB については次回も引き続き、うん、はい、あのやっていきたいと思います。で、はい、今度は今あの今回は PCB とは何ぞやっていう話をメインにやっていったんですけど、ちょっとね次回はね期限、処理期限が迫ってるので、期限についてちょっとお届けしたいなと思いますので、 PCB をお持ちの方、はい、またはあらうち危ないかもって思う方はぜひ来週も引き続き要チェックお願いいたします。はい、それでは今日はありがとうございました。それでは次は先生教えてのコーナーです。その前に CM です。シャナナ TV スタッフ大募集、あなたもシャナナ TV の楽しいメンバーと一緒に番組作りに参加しませんか？楽しくてしかもためになるシャナナ TV の収録現場を一緒に盛り上げてくれる元気いっぱいのあなた、今すぐご応募ください。5秒前、4、3、2、ご応募はシャナナ TV ホームページ、メール、シャナナ TV フェイスブックページから。はい、先生教えてのコーナーです、はい、今回は先生何ですかテーマは。ね、はい、本編の方では、うん、まあ、処理業者のことをね立場での話をよくやってるので、はいはい、今日は排出事業者の方の立場でちょっとやっていこうかなと、今回ね何回か分けてやろうと思ってます、はい、まあ、新年度が始まるので新たにこう新入生新人が入ってきたりとかする時期でもあるので、はい、新人の方が廃棄物を任された時どうしたらいいか、いわゆる排出事業者責任についてちょっとお話をしたいと思いますね。それ大事ですね、うん、ね、はい、配置外とかあったりするやん、この時期ね、4月 ね、5月はね、はいはい、あるので、その時に自分がたまたまそういう廃棄物を扱う、ね、うん、部署とか担当になった時、うん、何をせなあかんかね、うんうん、だから竹本さんがもしそうなったら一番最初に何せなあかんの、うん、環境部署に、うん、廃棄物をね処理、うん、するような立場に、ね、うん、なったら何する？まず法律を学びます。学ぶな、うん、あとはそうですね、業者さんとか付き合ってる取引してる業者さんのことを調べますかね。調べること、うん、あと何するかな、保管状況とかちょっと見に行ったりするかな。あ、するな、うん、そっちやな。で、その答えはまずな、うん、今は分別するやん、分別する仕組みを考えるやん、うん、な、で、業者のこととか法律のこととかはもうすでに契約多分やってると思うから、うん、ね、担当になったらまず分別を徹底していって、うん、よりリサイクルに回るようなことをね、そういう仕組みを考えていくと思うよ、うん、でその後に業者、どんな業者と契約してるかっていうことをね、うん、調べることになると思うわね。そうですね、うん、順序的には。で、そうやね、で廃棄物、今ね竹本さん言ったようにその法律のことも調べるって言ったね、うん、調べます。法律なんて書いてある、初めに廃棄物を処理する場合、時ん目的ですか、廃棄物、いや違う違う、廃棄物は誰が処理しなさいって書いてある、自ら、ね、自らやな、処理自ら処理やな、うん、自ら処理しなさいって書いてあるな、うん、で自ら処理できなかったらは、その他者に委託してもいいと、他人にやな、他人にか、うん、法律の用語で言ったら他人に委託してもいいと、うん、でその他人というのはは許可業者です、ね、許可業者やな、許可業者であるということを調べるのは、
許可業者であるということを調べるのは、うん、許可業者かどうかってその取りに来るおっちゃんおるやんか、はいはいはい、会社があるやんか、はい、そこが許可業者かどうかいうのどうやって分かるの。まあ車両に書いてますけど、調べとるんやったら参拝ネットかなネット叩くかな違うやん。え、何？あんた担当者やで、うん、担当者やから許可書の写し出せ言うやん。ああ、うん、え、取りに来たおっちゃんにですか。おっちゃんじゃなくて初めにその業者を調べるときな、うん、で許可書多分前から契約書あると思うね。ああ、その契約書の後ろには許可書の写しがついてるやん、うん、絶対ついてる、ついてるだろ、うん、それをまず調べるんよ、うんうん、で自分とこが委託してる廃棄物の種類と、うん、それが合うてるかどうかや、うん、な。であとはその許可の有効期間がな、うん、切れてないかどうかね、かうかな、うん、それは最低限調べなあかんわな、うん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 、そういうことやね、うん、で、あと排出事業者はこんなことを言われてね、処理状況に関する、はい、確認をやりなさいってなってんけども、うん、そしたら、竹本さんが業者にお願いするやんか、はいはい、その後それがどうなったかをどうやって確認するの。現地確認。現地確認ってことはその廃棄物ついていくの。いや、ついていかない。いかない、うん、え、業者さん、うん、あ、そうかそうか、初めな、だから初めて、うん、その、業者訪問しますついて業者訪問業者訪問そうやな処理の状況について確認しなさいって言ってね。マニフェストですか。あ、それもええってやね、うん、うんうん、え、他何かありました。処理の状況、うん、処理の状況について確認しなさいということは、うん、実は今言ったマニュアスで、うん、マニュアスは帰ってくるかどうかね、ちゃんと帰ってくるかどうか、うん、でその前に年に1回ぐらいは業者を訪ねていきなさいってな。業者訪問ね、うん、業者訪問な現地確認な、それが大事だっていうことやな、はい、だから排出事業者としてやらなあかんことは、うん、内部でやらなあかんこととその業者とのやり取りの中でやらなあかんことがあるということな、うん、で内部では分別ちゃんとしましょうやな、うん、それが一番やと思うわ、分別ちゃんとしましょう、はい、そういうことをまたね、新人の方そういうことをねしっかりと学んでくださいと欲しいと思います。そうですね、はいはい、ということで、はい、またこれ来週も来週やりましょう、はい、違うネタで、はい、続いてやります、はい、それでは今日も明日も一日ご安全に、また来週。来週。